DJ Koyuki Ohashi presenting Natural. Sponsored by Luna Media. さて、ゆるりと漢方のコーナーです。このコーナーは一心堂薬局の松田郁美さんとお送りしています。郁美さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、まあ、シリーズものみたいな感じでファスティングのお話をしていただいてまして、今回3回目になりますね。はい、はい、今週あのファスティングのどんなテーマでいきますか？はい、今週はですね、まあ、ファスティングをやるとどんな効果があるのっていうことについて、はい、お話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、で第1回第2回とそのファスティングの目的であったりとか、方法ですねについてお話をしてきました。でラジオあの聞いてくださっていた方もあのいらっしゃると思うんですけど、まあ、そこの部分の話を聞いた方がいろいろお話が分かりやすいと思うので、はい、はい、もしですねその聞き逃してしまったっていう方がいたら、小雪さんこれ YouTube にアップされているんですよね。はい、YouTube とあとポッドキャストの方にアップされてますので、はい、まずそちらを聞いていただくといいと思います。うん、そうですね、ぜひそちらも聞いてみてください。はい、まず私が、3日間のファスティングをした時の経験ですねお話ししたいと思います。1日目はですねやっぱり恐る恐るなので、様子見の感じでやっていくんですよね。まず、まあ、食べない、この3日間食べないっていうことが自分の人生の中では多分ないと思うので、あのどうなるんだろうっていうところをこう興味を持ちながら始めた状態ですね。はい、で、1日目っていうのはまだなんか元気があるので体力もありますし、そんなにあの抜いてても辛いっていう感じではなかったです。まあ、辛さといってばやっぱり空腹にどう立ち向かうかっていうところで、なんとなく私はその休みの日にやったんですよ。仕事しててやった時にやったら、うん、なんか何か起きたら怖いなと思って、あ、確かに、あの半連休の日にですねやったんですけど、まあ、休みだからこそ、あのさらにコロナ禍だったからこそなんかやることがなくって、うん、そうするとなんか食べ物のことを考えたりとかついしてしまうわけですよね。なんかこういうのを食べたいなとか、あ、これから3日間食べれないのかとか、なんかいろいろ考えてしまって、うん、余計にそれでお腹が空くっていうような状態にもなったんですけど、 なので最初はもうあの味噌スープとか甘酒ですねっていうのをちょっと多めにとってました。まあ、1回飲めば落ち着くんですけど、またすぐなんとなくお腹が空いてきたようなちょっと手持ち無沙汰のような感じになって、はいはいはい、甘酒と味噌スープはちょっと飲んでたかなと思います。で、まあ、1日目は特にそんなに、まあ、空腹が気になるぐらいで大した症状も出ず、大丈夫だったので、このままいけるのかなもしかして私って思ってたんですけど、はい、そこでちょっと気を抜いたところですね、翌日からがかなりきつい状態になりまして、で症状がやっぱり出始めるわけですよね。その頭がガンガンしたりとか、ちょっと動悸がするとか、はい、ちょっとドキドキドキみたいな感じがあって、まあ、そんなひどくはないので、はい、その大丈夫かなどうしようとかいう感じではなかったんですけど、やっぱりなんか症状、落ち着かない症状とか、あと食べられないことに対してイライラしたりとか、あ、なるほど、あとそう出かけたり、ちょっと用事があって出かけたんですけど、その時にその出先で普段だったらちょっとカフェでまったりみたいなことができて、それが楽しみでもあったんですけど、せっかく出かけたのに結局何もそういうのできないから、もうシュンってして帰ってくるっていう感じで、自分の楽しみを一つ奪われたような、うん、感じですね。はい、のがあって、ちょっと寂しい感じとか、あとそれに対するイライラっていうのがよく出てきました。なので、まあ、空腹感っていうものとの戦いもありながら、そういうちょっと精神的なところとの戦いとか、あと体と向き合わなきゃいけないその体の変化ですねっていうのも気になりながら、はい、やっている感じでしたね。で、まあ、なんていうの、やることがなんか食事をしないと本当にやることがあんまりなくって、
食事ってまあ毎食とかお昼になったらご飯食べなきゃ、夕食夕方あのご飯食べなきゃって、何か自分の生活のサイクルの中に食事ってすごい中心を占めてたんですよね、うん、食事でこう体を動かすというか、その生活のリズムを取るっていう感じになっていたんですけど、なんかそれがなくなるとそのリズムが取りづらくなるのもあるし、まあ、いろいろ不調が出てきてもう嫌だってなって、もうその日はですね、もうなんか食事が食べられないことを考えたくないと思って、もう夜は8時ぐらいにもう寝るって言って寝ました。でも寝ると結局考えなくていいわけですよ、寝てる間。あ、そっか。でやっぱりなんとなく疲れてる感じもある、うんうんうん、あの排出機能が動くので、うん、そういう意味でもなんかだるいとかやる気が出ないとかいう感じにもなってるので、もう寝たら楽だなっていうのもあって、はい、もう早めに寝ましたね、その時は。はい、はいはい。で、3日目ですねっていうのは、まあ、体あの2日目そんな状態だったんですけど、朝3日目起きた時に意外にすっきりしてまして、で、なんていうの、もう体が慣れてきたせいかあんまり空腹感も感じなくなってたんです。なので1日2日目で感じてたその空腹との戦いみたいなものはもうなくなっていて、なんか明日もできるんじゃないかなみたいな感じになるくらい、あの体がもう慣れてきた感じでしたね、はいはい。でもちろんこれはあの私の場合であって、その3日目になっても空腹感と耐えてましたっていう方ももちろんいらっしゃいましたし、本当に人によって反応の出方は全然違うので、はい、一応参考としてっていう感じで、うん、はい、ご紹介しますね、はいはい。で、その後あの3日間そのファスティングが終わったら、今度回復食ですね、回復食に移って、その時も特にあの最初の一口目食べて急にお腹下すとかそういうことも全然なかったですし、あの普通にスムーズに回復食もあの移行できました。で、まあ、最初はお粥 と、あ、回復食なので4日目で、あ、ファスティング翌日ですねの朝は、お粥と、梅干しでしたね、うん、はい、を食べて、お昼もちょっとお雑炊みたいな感じのものを食べてっていう感じで、1日はそういうちょっとゆるりとさせた食べ物を、はい、食べていました、はい。で回復食の2日目はもうほぼ夜になれば普通の食事ができるぐらいになっていたので、もうそんなにその回復食もなんか我慢してっていう感じではなかったですね。まあ、ただですね、回復食がその2日間終わって、その翌日ですねにアルコールどうかなと思ってちょっと外食する機会があったので、ワインをペロってしたら、はいはい、すっごいうわーって回ったんですよ、そう体の中を、うん、なので、あ、アルコールはまだダメだと思って、その時もう3日目だったんですけど、お肉も食べれたしっていう、まあそれがいいかどうかは別としてですけど、食べて、食べるのももちろんいいと思うんですけど、まあその時ちょっと食べる機会があったので、食べて、そういうのは食べれたんですけど、アルコールは本当にすごい回ったので、その一口で回ったから、これは危険だなと思って、アルコール類と、あとカフェインですね、コーヒーとかのカフェインは、回復食を1週間ぐらいした後、あ、違いました、ファスティングを終わったあと1週間後ぐらいですねに、から取るようにしました。それもまあ少しずつですね、うん、はい。なので本当にちょっと口に入れてみて、わ、危ないと思ったらやめた方がいいので、はい、それはちょっと時間を空けてそろそろ大丈夫かなっていう頃に口に入れた方がいいと思います、うんうんうん、はい、はい。でですね、私のそのファスティングをして効果、どんな効果があったかっていうことなんですけど、はい、まず体の変化としては、体重減少ですね。でこれというのは前お話しした5日間 そのファスティングをした時が一番効果があって、3日間の時っていうのはそんなに1キロから 1.5 キロぐらいでした、減ったのが。なんですけどこの減り方っていうのは、基本的にはですね、
なんで理想体重っていうか適正体重に戻る感じなので、まあ、そこからすごくオーバーしてればあの戻る振り幅も大きいですし、もともとそこからそんなに外れてなければ体重ってそこまで減らないので、そこはまあ状況によりけりっていう感じだと思います。はい、はい。で、あともう他は、スムーズなお通じですね。やっぱり腸がきれいになることによってお通じも良くなったりしますし、あとむくみも解消されますので、すごくいい感じになります。で、うん、その後もですね、やっぱり詰まらせたくない、一回きれいにすると今度詰まらせたくないので、なんかちょっとでもあれ出づらいかなっていう感覚がすごい敏感になるんですよね。はい、なのでそのちょっとあれ今日おかしいかなと思った時は早めに食事を整えたりとか、あと最近あれ出てないかもしれないってなったら、私はですね、水晶堂製薬さんっていうところが出している、はい、百毒くだしっていう漢方製剤がある、んですけど、それは6種類ぐらいの植物性の生薬が入ってるもので、痛くさせないんですよ。キューッとかよくあるじゃないですか、下剤とかもキューみたいな感じじゃなくて、ゆるっと出してくれるものなので、私はちょっと重宝してるんですけど、それを使ったりしてできるだけ詰まらせないっていうようにしています。はい。でもただまあこういうね、お薬に頼るっていうのは本当は続けない方がいいので、あるタイミングで出した方がいいっていう時だけ使うようにしています。なるほど。はい、はい、ですね。で、で他がですね、効果としては、まあ、前もお話ししたんですけど、お肌すべすべになるっていうところですね。で、なんていうの、赤ちゃんの本当に肌ってこう触りたくなるじゃないですか、うん、わーってすべすべ羨ましいみたいな感じになるんですけど、はい、そう、本当にまさに自分がそういう感じの肌になれて、なのでまあ友人からもすごい肌変わったよねっていう風に言われるぐらい、お肌の変化っていうのは嬉しい、はい、ことができるんじゃないかなと思います。確かに、はい、はい、うん、ですね。で、あとですね、スーパーとかでお惣菜を今まで普通に買って食べてたんですけど、なんかファスティングした後にはそのお惣菜の、まあ、ものにもよるんですけど、でなんか食べた後に口の中がピリピリしたりとか、舌がなんとなく違和感を感じたりとかするようなことが起きてきたんですね。なのでやっぱりそういう古い油であったりとか、あと添加物とかそういうものにも反応しやすい体になってる、なるんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。はい、はい。で、今までのがその体の変化ですね。で、あとはその意識の変化みたいなところですけど、お肉とか、あとアルコールとか砂糖とかすごい取って食べたいって思うことがすごいファスティング前ってあったんですけど、まあ、ファスティング後はあんまりそういう感覚が生まれなくなるので、まあ、自然と健康なものを食べるというか、体にいいものを食べるようになりました。うん、うん。なので、そのファスティング後っていうのはやっぱり気持ちも、体も安定してると気持ちも安定してるので、そういうものを食べたくなくなるんですけど、やっぱりその後、まあ、仕事でわーってまたストレスがかかったりすると生まれてくるわけですよ。なるほど。そう、だからそれもすごいよくわかるんですよね。あ、やっぱりストレスってこういうことを起こすんだなっていうのも実感できたんですけど、やっぱりそういうお肉とかスイーツとか、なんかそういうものに走りたくなる衝動をストレスっていうのは生むので、まあ、でもそうなった時に、まあ、我慢できれば我慢したらいいんですけど、はい、まあ、今日はちょっと無理っていう時があったら食べて、もうその後次の日は消化にいいものに変更するとか、リセット方法を覚えていただけたら全然大丈夫だと思います。やっぱりこういう状態を続けてしまって癖にさせると、次から次毎日毎日そういう感じになっていってしまうので、続けさせない工夫をされるといいかなと、はい、思います。はい、はい。
で、あとはそう、あとはそう、添加物じゃない、そういうスイーツとかを買わないように努力をするんですけど、裏見るんですよね、成分表示、食表表示示ですですね。はい。ね。うん、そうそう。あれを見ると、やっぱり自分が今食べたいって思う、そのクリームいっぱいのものとかっていうのは、もう添加物がわーって 書いてあるわけですよ。なので、まあ、それを見たときに、これ食べちゃったらなーって思えれば、止められますし、そう、もう今日はしょうがないって言って食べる場合はもちろんありますけど、やっぱり成分表示ってちょっと自分に刺激を与えるので、うん、見るともしかしたらストップできるかもしれないです。ああ、いいですね、それはい。もね。うん、そうですね。ですね。で、あとは、まあ、食べ物だけではなくて、あと皮膚吸収とかも、吸収によって体の中に入ってくるもの、あと鼻とかですね、もあるんですけど、やっぱりその石油成分のものであったりとか、あと香料保存料とか、そういう化粧品、まあ、それで入ってくるものって化粧品であったりとか、あと洗濯洗剤とか、シャンプー、リンスとか、そういうのも含めて全て吸収はされるので、できるだけいいものとか、あと無理に洗わない、毎日石鹸で体を洗うっていうか、そこまでもしなくていいんだなっていうのも思ったので、できるお湯で洗うとか洗い流すとか、そういう感じでできるだけ必要な時以外は使わないようにっていうふうにするようになりました。で、あとカラーリングもその頃前はすごいしてたので、カラーリング、その美容室とかでやる化学的なカラーリングっていうのは、なんか胆石の元になったりするらしいんですよ。なので、すごいそういうずっとカラーリングしてる人とかは胆石ができたりとかもするらしいので、やっぱりそういう見えないところからの皮膚吸収っていうのも、生活してるとあるので、できるだけそういうのは使わず、で、私は今ヘナでカラーリングするときはしたりしています。はどうですい。か、ヘナ。ヘナ楽ですよ。本なん当ですかか。マッサージにもなりますし、うん。ヘナ自体はすごい温めてくれるので、それをして、その後、インディゴと混ぜて、ブラウンのやつにしたりとか、調整は自分でもできるので、やりやすいです。私、思はいっきり、ご覧のようにカラー剤い。使っていますので、うちょっと今度挑戦してみようかな。んうんうん、うん、そうですね。ちょっとそういう色にはならないんですけどね、今の小雪まあ、さんみたいそうですよなね。結色に構、は。そういううん、ものを求そうめてくるんそう。ですけど、考ちょっえてとみまね、す。はい、やってみてください。はい。で、あとですね、面白い気づきだなって自分で思うんですけど、ファスティング中は食べないので、その食事のことについて考えなくてよかったんですよ。で、特にコロナだと皆さんご自宅にいて、まあ、ご家族がいる方だと朝昼晩食事について考えなきゃいけないとかいう方もいらっしゃると思うんですけど、なので食事って意外と縛られている、食事に関することに意識を向けることって、その一日の中でかなり時間を使ってたんだなっていうのをすごく感じて。で、メニューを考える時間とか、食材を買いに行く時間とか、料理する時間、あと片付けをする時間とか、食事に絡む時間ってすごい使ってるんですよね。で、まあ、私の場合は一人暮らしなので、家族の分作んなきゃとかはないんですけど、そうすると、まあ、自分がファスティングしてしまえば、本当に食事にかかっていったそれらの時間が全部自分の時間になるので、意外と、時間がたくさんあるなっていうふうに、はい、思いましたし、食材買わなくなるので、お財布に優しい。なん本当か、にそうだおわ。財布、そう、結局なんか食事にお金を使っていることが多いですよね。日々生活してると。なので、それもなくなるので、意外にエコ、体にも、お財布にも エコだなっていうふう確かにに。そう思だ。いました。これはもうファスティングやってるうちに、ああ、こういうこともあるんだなって思いますね。はい。で、まあ、他の
これは私の今までは感想なんですけど、はい、まあ、他の、 あのコミュニティの中で出てきた感想だと、その冷えの改善であったりとか、あと集中力がアップするとか、朝すっきり目覚められるようになったとかいう変化も見られてましたし、あとご家族がいらっしゃる方ですとですね、イライラがあんまりしなくなって、その子供さんにすごい叱ってたとか旦那さんに怒ってたとかいうようなことをなんかしなくなったっていう方もいらっしゃいました、はい、あとはその方がファスティングをすることによって、ご家族があらファスティングっていいんじゃないのっていうふうに思うようになって、まあ、その翌月とかはご家族でやったりとか旦那さんが一緒にやってくれたりとかっていうのもあったみたいで、あ、そうやって家族の中でもつながっていくと皆さんね健康になっていいんじゃないかなっていうふうに、はい、思います、うん、でまた、まあ、ご家族が行くと、あと食事のカートに関しては逆につらいみたいで、自分は食べられないんだけど家族分は作んなきゃいけないみたいな感じだから辛いですよね。匂い嗅ぐし、いい匂いを嗅ぐし、ね、ちょっときついでも、そうなんですよ。で、味見あんまりできないしみたいな感じになりまして、はい、逆に辛いみたいなので、まあ、そういう時は、まあ、もちろんね作れるなら作られたらいいと思うんですけど、まあ、ご家族には外食に出てもらうとか、あとはデリバリーを頼んで自分がその料理に携わらないようにするっていうこともいいんじゃないかなと思います、はい、特に子育てされてるお母さんとかはファスティングすることによって手放せるものがある、それを理由に手放せると思うんですよね。今日はもう私はファスティングしてるから料理はしませんとかいうのをもう宣言した上で、そうするとお母さんがたちって普段あまり自分の時間ってないと思うので、そこを自分の時間として使えるようになるっていう使い方もあるかなと思うので、はい、ぜひやってもらいたいなと思います、はいはい、で今まではそのファスティングをやってこんないいことがありましたよっていうことをお話ししたんですけど、もちろんそれだけではなくてですね、嬉しい効果ももちろんあるんですけど、まあ、すぐ効果が出ない場合ももちろんあります。であと、まあ、毒出しの作用とか体の調整を行うので、どうしてもその不快な症状っていうか不調なことが起こったりもするわけですね。で、体の中にその毒素が溜まっていればいるほどそういう症状は出やすい、強く出ますので、その吐き気であったりとか、あと頭痛とかそのやる気のなさであったりとか、あと皮膚の症状はたまに悪化したりするみたいです。そのアトピーであったりとか湿疹とかが急にわーってまた余計出てくるとかいうのは、やっぱり皮膚って毒出しの場所、排出の場所なんですよね。排出って基本的には汗と、便、尿です、はいはい、でどこかも出るのなので、やっぱり皮膚の表面はここから汗が出るので、どうしても排出の場所になってしまうと皮膚症状がより悪化するとか、まあ、改めて出たりとかですねすることは起こりますので、まあ、それはそうなるものだというふうに考えていただけたらと、はい、思います。はい、でもまあ基本的にはその胃腸を休めるっていうこと自体が害になるっていうことはまずないので、まあ、そういう症状が起きてしまったらちょっと様子を見てっていう感じで、あまりにひどかったらまあ一旦中止をするとか、うん、ファスティング自体を、ね、中止するとかいうような調整をされたらいいかなと、はい、思います。はい、はい、で前にもお伝えしたんですけど、やっぱりその精神疾患がある方、あと病気治療されている方っていうのは体のバランスを崩しやすいので、必ず病院の担当の先生にお話確認してから実施をしてください、はい。で、あと腸を休めること、まあ、あと体をいたわること、気持ちを休めることとかいうのは本当に自分にすごく優しい生活をすることによって、でそれをやることによって本当に自分自身の生活がシンプルになったなっていうふうに思います。なんか今までもうこういうものを入れなきゃ、取り入れなきゃとか、化粧品もこういうの塗らなきゃとか、なんかいいものを使わなきゃとか、なんかそういう感じだったんですけど、むしろその使わないっていう選択肢を自分の中に作れたっていうのもあるので、まあ、そういう意味で生活自体がシンプルになって
いいなっていうふうに、はい、思います、うん、はいはい。で、私自身はですね、今、まあ、ファスティングは続けていくことが大事ですっていうことをお伝えしたんですけど、月に1回ですね、1.5日間のファスティングと、まあ、対象に合わせてですね、18時間のファスティングっていうのもあるので、それをやって、朝は、マインドフルネスの瞑想をして、なんていい感じに整えています。はい、すごい健康的な生活してるっていう感じがします。月1回っていうこと、心と、うん、ね、はい、あ、すいません、月1回っていうことなんですけど、うん、これ、はい、新月に合わせるといいっていう話を聞いたんですが、ちょっと忘れてるかもしれないんですが、はいはい、その辺ってどうなんですか。はい、そうですね、なんかよく月の変化に、あの、新月と満月にやるとか、うんうん、ま、言われますよね。で、新月は特に排出の、はいはい、状態になるので出やすいっていうことがあるんですけども、まあ、それもそれでいいと思うんですけど、なんか私他で読んだ本に、女性の、あ、男性はそれでいいと思うんですけど、はい、女性は、あの、月経が、生理がある方は、はいはい、ちょっとそっちに合わせた方がいいっていうのを読んだことがありまして、あ、なるほど、生理前にやってしまうと、うん、生理前ってホルモンバランスが変わるので、そこにさらにファスティングをしてしまってバランスを崩すと、うん、余計になんていうの、狂ってしまうことになり得るので、やるんであればその生理後、生理が終わった後にちょうど、そうすると、まあ、生理自体も排出のものなので、はいはいはい、それの引き続きでやると女性の場合はいいですよっていうのは、はい、読みましたね。ほう、はい、でもまあ一回トライしてもいいかな、うん、あの、今までね、そういうのどうしようかなと思った方たちもっていう気はしますよね。はいはい、うん、はい、なので何かそういう新月満月、うん、あとはその生理、あ、女性の場合は生理とか、そういう、はい、うん、きっかけタイミングですね、毎月のタイミングとして、うんうん、そういうのを使うとよりやりやすいと思います。確かにそうですね、うん、ということで、はい、まあ、今日3回目でしたが、はい、このファスティングシリーズは次が最終回になるんですか。そうですね、はい、はい、次回の内容は、はい、次回はです、第4回はですね、ファスティングを、続けるコツですね、についてお話をしたいと思います。聞きたいです、私それ。挫折、あ、挫折って言っちゃいけないのか。してしまった。楽しみにしてますので、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、ゆるりと漢方、このコーナーは一心堂薬局、松田郁美さんに担当いただきました。郁美さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。